高市経済安全保障大臣が午後自民党総裁選への立候補を表明し日本をもう一度世界のてっぺんにと述べましたえ私高市早苗は自由民主党総裁選挙に立候補をいたします皆様私は日本をもう一度世界のてっぺんに押し上げたいそう考えておりますできるに決まってます 高市氏は、さなえあれば憂いなしとのキャッチフレーズを背負い、会見に臨みました高市の立候補は、前回2021年に続き2回目で党内保守派の最大の受け皿として、総合的な国力の強化が必要だと訴えましたまた、高市氏は、令和の省庁再編に挑戦すると述べ 情報機関の司令塔として内閣情報局と関係閣僚らによる内閣情報会議の設置を掲げましたさらに政治とカネをめぐっては会計・財務の専門家の力も借りて使い道の公平性と公正性を担保できる仕組みを作ると述べましたこのほか選択的夫婦別姓について今日の会見で改めて慎重な立場を示しましたが 小泉元環境大臣は賛成の立場を示しています。選択的夫婦別姓で苗字が変わる、そういったことによって崩壊するっていうのは、私はそれは当たらないのではないかと思います。